大谷久則は神奈川県横浜市出身の元プロ野球選手。現在は柔道整復師、パーソナルトレーナー。元徳島インディゴソックスの大谷慎徳は実定。筒子が丘小学校時代から緑中央リトルに入り、マイナーリトルシニアと中心選手として活躍する。世田谷学園高進学後1年よりクリーンアップを打つ。2年秋には 東京都大会準優勝ながら選抜大会を逃す。後に同僚になる清水隆幸は一学年先輩である。立正大学に進学、一年生よりベンチ入り守備はライトを守った。同期には田中慎太郎がいる。その後、2008年、社会人野球のフェデックスに進む。 野村広幸や、添島幸福都市と同じチームでプレーをするが、100%野球に集中したいと2009年にトライアウトを受け、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団。2010年、規定打席に14不足していたものの、不足数を打数として加算した打率が、福井ミラクルエレファンツに所属する、小田一世の打率、344を上回っていたため、 首位打者のタイトルを獲得した。2012年からは、シナのグランセローズに移籍し、プレーしていたが、2013年7月26日に、怪我の治療に専念することを理由に、任意委員し、退団した。その後2014年2月からシナノに練習生として、在籍し、3月31日に、再び選手契約されることが発表された。同年7月3日に、 同じ BC リーグに所属する福井ミラクルエレファンツへ移籍。シーズン終了後に現役引退を発表し、退団。現役引退後は、柔道整復師の資格を取るため、30歳で長野市内の新州医療福祉専門学校へ進学。研修などを経て、2020年9月4日、同志石渡に満点接骨院を開業した。また、開業日は、弟、 新徳の誕生日である、ありがとうございます。